ここを動かさないと冬はめちゃくちゃ太るんです。寒くなってあまり体を動かさない、そんな日々が続いていませんか？冬に太らない、痩せるためには全身の血行改善をする第二の心臓ふくらはぎを動かすことがポイントなんです。今回立ったまま足踏みするだけでむくみが改善されて、手足が温まり、睡眠の質が上がり、全身の血流が良くなるため代謝が上がり、脂肪が燃える体が作れます。毎日1万歩歩かないよって方はふくらはぎの筋力の低下が原因で痩せにくいかもしれません。今回の動画を一緒にやって痩せる体を作りましょう。足は肩幅で、つま先をつけたままで足踏みをしましょう。まずはかかとの上げ下げで手を振りましょう。できればこの手はね、しっかり後ろに引く方がいいです。背中の筋肉をしっかり動かすことで代謝が上がり、体が冷えにくい体がね、作れてきますので、体は寒さを感じると血管が収縮するので代謝がどうしても下がってしまいます。体がポカポカした状態が作れるといつも痩せる体が作れます。かかとを上げた状態で 1,2,3 で反対足にします。 1,2,3 で体重移動、かかとは床につかないように止まりましょう。ふくらはぎを使うとね、血流がどんどん上がってきますんで、体がすごくね温まってきますから、やっぱり寝たままとかね、座ったままやるより目よりも立ったままの方がやっぱり効果的ですからね。今度は同じように 1,2,3 でバランスが悪いところで止まりましょう。どこでもいいのでちょっと変な格好で止まりましょう。これで体幹が鍛えられますので、変な格好でね、体を止めるっていうのはすごく筋肉がね、いりますんで、いろんな格好で止まってください。はい、かかとはずっと上げたままです。このまま大きく足を上げて落とす。相撲さんの四股を踏みましょう。ですが手はついちゃダメです。このままバランスをとってかかとを上げたまま、足高くやるとめちゃくちゃバランスがねいりますよね。もう体がポカポカしてきてませんか？もう一度始めのように足踏みをしましょう。今度は足も上げます。かかとをつけないように歩く感じです。どんどん血流と代謝が上がってますよ。肘はしっかり後ろに引いてください。何か筋トレした後にね、これなんかやるとおすすめです。代謝も上がり、脂肪も燃える、一石二鳥ですからね。OK、はい、かかとはつけないように足を高く上げる。足を高く上げながら腕も振る。こんなにずっとかかとを下につけないってことないですよね。
くらはぎが硬くて太い人もね、こういうのやると終わったら血流が上がって細くなりますからね。OK。 じゃあ今度は体を左右に揺らします。膝伸ばしたまんま、ちょっと気づける頑張ろう。これがね、歩くよりも何気につらいんですよね。これね、膝伸ばしてると膝のクッションなくなるんでね、ふくらはぎの筋肉が硬くなるとね、静脈瘤とかね、そういったのにもなるんで、血流がね、滞りやすい場所ですから、しっかり筋肉動かしましょう。糖尿病の予防とかにもなりますからね。揺れるだけ。 OK。 今度はね、回したら肘を引く、かかとを上げたまま体重移動をして船を漕ぐイメージで、なかなかね、歩いててもふくらはぎ使ってないとかね、やっぱり乗り物に乗ったりするとね、あんまりふくらはぎ使ってませんよね。反対足です。同じように下から引く。さあ行きましょう。体どうですか皆さん、温まってませんか？しっかり背中も動かすとね、背中の真ん中汗かきますんで、褐色脂肪細胞がね、活性化されて脂肪燃焼効果上がりますからね。OK。 で今度座りましょう。座ったら後ろに手をついて足首を動かします。これで肘ついてもいいです。手上げてても、手伸ばしててもいいです。足首を大きく動かしましょう。うわー、ポカポカしますね。上げる方もね、しっかり意識してください。はい、ラスト。寝っ転がって足をね、振りましょう。足首を振るっていうよりも、足全体をね、振って血流をね、こっちに下げていきましょう。振りにくかったらちょっと足をね、開いてもいいです。うわ、動かし方わからなかった。うわ、動かし方がわかんねえ。 OK。 最後までできたよって方は笑顔の絵文字で教えてください。